第3章サイプレス本土上陸。どうも皆様ご無沙汰しております。今回もシャイニングフォース外伝遠征邪神の国へ実況していきたいと思います。大型船を手に入れてサイプレス本土に向かったガーディアナ軍の一行、港を迂回しようとした時、突然サイプレス船団により強引に誘導されてしまった。今港は戒厳令によって全ての船が検閲されるため順番を待っているのだった。そして今一行の検閲される番となった。大丈夫かな。そして全部ひらがなだとやっぱ読みづらいね。ああ。で、検閲されて奥にみたいな感じかな。で、ガーディアナ軍の物手から逃れてきました。アステル島の漁師です。大丈夫かな。あ、よし、分かった、言ってよし。めちゃめちゃ物分かりがいいな。兜ぐらい脱げばいいのにな。だいたい喋り方でバレそうな気がするけど、次はニックの番だな。バレなければいいが。大丈夫かな、ニック君。次の物前へ。大丈夫かな。エドモンド王様のお月出た本田。髪真っ赤っかやな、エドモンド。やばい、エドモンドってニックのおじさんだろ。こりゃ大変なことになったぞ。人間族の子どうか。さあ申告するがいい。大丈夫かな。何喋るんやろうな。あ、来た。ルースが起点を聞かせて。そいつは私の仲間でして、ちょっと口が不自由ですが、怪しいものではありません。そうか、ならば良いか。よし、行ってよいぞ。次のもの来るがガバガバじゃな。ちょっと待て、そいつ。あ、出た。ブス。めちゃめちゃブスやんか、パパン。動画で見たような。おお、ニック。お前、父親の敵討ちにサイプレスに舞い戻ったのだな。で、出会え、出会え。ニック王子が現れた。バレたわ。しまった、ニックがバレた。みんな漁師の服を脱げ、全員で結露を開くんだ。一応変装はしてたんやな。さてさて、リターンして持ち物の整理をしていきました。やっぱね、手持ちが4つだと敵を倒した時のドロップアイテムの確認すらできないんでね、手持ちを3つにしておきました。さあ敵のチェックに行きましょう。新しい敵がいますね。ビショップ、回復系の敵ですね。ヒゲを蓄えてらっしゃる。で、ソーサラー、フリーズレベル2、これは強い。で、これよ、フリーズレベル3、マスターメイジ。全国カタパット協会めちゃめちゃ強いよね。で、攻撃力の高いリザートマン。何気に新しい敵がやっぱ増えてますね。そして、不意打ちおじさんが3体と。こんな感じですね。どうするかな？どうやって戦うよ。とりあえず合流するかい。とりあえず合流しましょう。で、合流して、なんかいい感じにこう、なったらこう上下にこう分かれるみたいな。そんな感じですかね。じゃあ、アピス君急げ。君は先頭走るんだ。下走るんだ。ウェンディもこの辺で待機だ。大丈夫か？アークナイトの攻撃食らうんじゃないかな。マスターメイジのブレイズがやっぱ怖いんでね。次のターンかな。いや、怖いな。ブレイズレベル3がやっぱね、めちゃめちゃ火力が高いんでね。序盤からブレイズレベル3だもん。まだフリーズもレベル2がちょうど出たばっかりなのに。あ、来たわ。アピス狙いだ。アピスは硬くて体力が高いんで大丈夫でしょう。いやー、強烈な一撃は予想してないな。さあ、アークナイトはアーピス狙いだ。アピスあの位置で食らいすぎると、ちょっと厳しいんじゃないかな。クレイの回復も届かない気がするな。そして、来た来た、リザードマンがルース狙いだ。ルースは勝てるぞ、大丈夫か、ルース。リザードマン強力な一撃多すぎない？えらい食らうなって思ったらそういうことかいな。さて、どうすっかな。じゃあこっち側から、ちょっと待った。まだ大丈夫だよね。届いちゃうな。届いちゃうな、あれ。こっからですね。こっから、リザードマン攻撃。せい。あー、かわす。奴らエースだ。戦闘に慣れてやがる。マジか。やべ。届かねえわ、これ。どうしよう。待機。どうすっかな。とりあえずじゃあニック君をここに配置して。そうだね。あんま下の人たちを刺激しない感じでここ配置して。で、バーンと。火力不足。で、下の人たち。わあ、だいぶ刺激してんな。そりゃエドモンド王が出会え出会え言うてるもんな。そりゃ動くよ。あの、不意打ちおじさんたちが動かないのが不思議でしょうがない。さて、メイフェアは、どうするかな。ヘルブラストを覚えたんですね。
フェルブラスト覚えたけど、まあ回復してあげるか。メイフや、ヒールのレベル2をルース君に、まあ、ブレイズレベル3飛んできたらやばいからね。よし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 、ブレイズレベル3はできれば単体で誰かが受けてほしいな。スピード的にルース君かな。さてじゃあシェイドでどうするかな。シェイドでリザードマンを攻撃、やっぱやばいやつを先に倒しておこう。ベーン、ナイス、いいぞ。でアピスが、あ、来た来た来た、ルースが、ルースが単体でマスターメイジに飛び込む。ルース、ナイス。でイーシャはどうする、倒せるかな。倒せるんやったら倒してほしいけど、狙ってみちゃうか。ブレイズレベル1だと倒せない可能性があるんで、レベル2でいけ。イーシャ新キャラ、さあイーシャが、イーシャがマスターメイジを倒した。じゃあイーシャの能力チェックしなきゃだね。イーシャこんな感じですね、美人。うん、持ち物がこんな感じなんですけども、まあね、前回手に入れたアサルトシェルも守りの、杖もね、転職後じゃないと装備できないんで、まあこんな感じじゃないでしょうかと。さてじゃあアピス君はリザードマンに攻撃、なんなら倒してくれてもいいのよ。惜しいね。いや大丈夫かな、アピス耐えきれ、あ、来た。ここでウェンディさんがブレイズでリザードマンを倒してもらおう。いや助かった助かった、なんとか合流できそうだね、誰の犠牲も出さずに。できればやっぱ犠牲は出したくないんだよね。とさ、どうするかな、どうするかな、誰か死にかけの人とかいるかい、死にかけの人とかいるかい、いないよね確か、いないので、いないので、とりあえずじゃあシグ君はリザードマン攻撃しよっかい。いけ、ベーン、全然やな。どうする、メイフェア、まずいんじゃない、上のリザードマンが突っ込んできたらメイフェア急にピンチだよ。わわ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 、進むな、めっちゃ来るな。ソーサラーたちは動かんだろ多分。バリーで削っとくか、アークナイト削る。バリー合流した方が良かったかな、左の方。さあ、ニック君が、ニック君が危ないので、ニック君がちょっと怖いけど、とりあえずリザードマンを攻撃。ゼーッ、とりあえずリザードマン倒さんことには何にもならんから。ヘルスナイパーが来たわ、リザードマン来たわ、メイフェアは届いちゃうわ。メイフェアまずいわ、どうするかな。やべ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 、あれこれメイフェア殺されるんちゃう、リザードマンの攻撃でメイフェア死んじゃうんじゃない、大丈夫か。うわ、終わったんちゃうかこれ。来たわ、助かった。いやー危ないとこだった、運が味方をしている。危ねえ。まあね、検問とか偉い適当な感じの敵だったからな、助かったな。いけ、協力して倒すんだ。よし、クレイレベル上がった。 HP1、 攻撃1、防御1、素早さ1、伸びるね、まだまだ。レベル10超えてもまだまだ伸びるね。さあリザードマン誰だ、ニック狙いだ、ニックは耐えるだろう。へへへ、ミャジーミャジー、こいつはミャジーぜ。さてどうすっかな、とりあえずストックは、ストックはとりあえず1体倒してほしいな。いけ、いけるか。うわー、妖怪1足りない。やばいな、ショー始まりの戦闘でいきなりまずいな。魔法ヒール、ヒールで自分を回復ですねこれはね。ニック君よりも自分だ、いやー危ねー。でニックはシグとか回復してくれるから、でシェイドは倒しながら合流だね。はい、ナイス。やばいね、ここやばいね。やっぱショー始まりの戦闘とショー最後の戦闘ちょっと怖いよね。さてどうするかな、とりあえずイーシャは魔法スローとかかけちゃう、ちょっと厳しいな。ブレイズだ、レベル1で確実に倒してもらおう。はい、ナイス。ふー、でどうする、とりあえずルース、ルースどうする、することないぞ、待機だ。やべえよ、走れアピス、ちょ自分回復しとくか。魔法、魔法じゃねえ、持ち物持ち物、薬草持ってる持ってるね、使っちゃおう。
で走れ走れ。バリーやっぱ左に寄せといた方が良かったかもしれないね。ダークナイトはだいぶ遅いね。いやーこれまずいね、これまずいね、これまずいね。まずい以外の感想ないね。魔法ちょっともう自分回復しとこうか。経験値を稼ごう。はい、まさかねこんな大変な戦闘になると思ってないからね。軽い気持ちで来ちゃった、来ちゃった。魔法ヒール、肉を回復。よいしょ。いやー、危ねえ、危ねえ。リザードマン強すぎ。リザードマン強すぎってか、縦横無尽に走り回る敵が多いのも辛いよね。やばい、これは。あ、ニックだ。そこを位置したら、メイフェア狙われないよ。やった。図らずとも、盾ができた。やった。これは嬉しい。これはラッキーだぞ。さあ、合流だ、合流。走れ、走れ。で、ニックは、リザードマン攻撃。下手に今動けない。よし、レベル上がった。HP に攻撃、1攻撃1。伸びるね。まだまだ伸びるね。まだ転職するには早いかな。ストック大丈夫か？ストック危なぁ。連撃だった。死んでたぜ。で、シグ狙いなの？なんでさっきまでニックやったのに。うわぁ、やべぇ、連撃、連撃、危な。やっぱ連撃あるんじゃん。危なーい。さて、どうすっかな。動かざるを得ないよね、ストックは。ストックは動かざるを得ない。で、リザードマンやっとくか。やっぱ火力高いやつをなんとかして倒そう。で、メイフェアは、ヘルブラスト、ヘルブラスト、ヘルブラストか。魔法ヒールレベル1を、まあ、ニックかストックなんだけど、まあストックで。とりあえずストック。で、ルース君を左の、ストックがいた場所に設置だ。ね、シェイドも走れ。やばいやばい。で、ルースをここにセットと。で、攻撃相手はどうするかな。リザードマンとかにしとくかい。リザードマンにしとこうか。ヘイ！ルースいいね。ルースが大活躍だ。来た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 。よかった、うちのエースが。うちのエースアピスが。間に合った。ナイス。これはでかい。これはでかいぞ、レベルも上がる。能力も伸びる。伸びるね。めちゃめちゃ強いね。アピスくん、有能。アピスのおかげで助かったと言っても過言ではない。さて、イーシャは、イーシャどうする？イーシャ食らったら死んじゃうぞ、これ。下手したら死んじゃうぞ。リザードマンは来ない。アークの攻撃2発耐えれるかな。2発耐えれそうにないよね。2発耐えれそうにないよね。どうするかな。ちょっとビビって後ろ待機で。うん。で、ウェンディと合流。で、シグ君は、どうするかな。シグ君自分回復かな。自分回復だな。で、ヘルスナイパーがあそこに、デススナイパーだっけ？あそこにいる限りメイフェアは攻撃されないから大丈夫。で、ここなら多分、まだ大丈夫。いけ。バン。で、空いたスペースに魔法使いが、どっちかが、いい者かな？入ればいいから。で、ストックも、あの位置は多分大丈夫、まだ。うわ、ニック、大丈夫か？あ、大丈夫。で、ルースが、一心にリザードマンの攻撃を受けてくれるから、ふう、なんとかなったな。うん。で、ストックはヘルスナイパーとの遠距離対決を制してもらおう。でやった、必殺の一撃や。やっぱフラストレーション溜まってたからな。あ、バリー、バリー遅かったな。ちょっとクレイどうするよ、クレイどうするよ。クイックとか使っとく？クイック使っとくか。シェイドに。えい。余裕だな、これ。あんま伸びんかったな。2と3って。さて。ルースは？斧対決だよ、斧対決。強戦士対決をルースが制してくれるから。
ルス君有能だよね、なんかすごく。さて、魔法ヒールレベル1で。どうするかな、ストックかな。レベル2をさ、レベル2を、ニックにした方がいいかな。よしよし。万が一あるからな。会心の一撃、会心の一撃みたいな感じで、2回ずつ全員に攻撃されたら終わっちゃうからね。さて、アピスが来たよ、アピスが。アピスは、どうすっかな。リザードマン倒してもいいんだけど、ちょっとレベル高いから、削ってもらおう。削るねー、ガチの削りだ、あれは。で、ルースは、リザードマンに攻撃。でしゃー、さすがルースだぜー、攻撃力も高い。能力は HP 防御1、攻撃力上がらねえ。優しさを覚えたな。うん。父からこう、息子に、あの、強戦士の心、そして母親から優しさという心を受け継いだな。ちょっと何言ってるかよくわからんけど。さて、じゃあ、E 社でアークナイト倒そう。OK。ふぅ、いけたいけた。MP2。あ、いいね、いいね。あ、いいね。いい伸び方よ。ただちょっと HP が低いからな。そこはなんとかしてほしかったぞ。便利も何もできない。で、アークナイトはニック狙いだ。全然大丈夫。さて、あと、不意打ちおじさんをかわしつつ、上の奴らを倒せばなんとか終わりそうな気がする。さて、バリーはアークナイトを攻撃。素晴らしい。やっぱ武器がね、ちゃんとしてるからね、ニック君と比べて。さて、どうすっかな。ヒールのレベル1。ストックかな。よいしょ。回復に徹するな。クレイはそろそろ戦闘に参加しようか。うん、レベルが低いからね。レベル低いやつは戦闘に参加。で、レベルが高いやつは回復とかサポートで。いいだろう。うん。もうここまで来るとあとは余裕な気がするので。これストック、あ、でもストック、まだレベル11やからな。倒しちゃって大丈夫だろう。ふんふん。来た来た。HP1、攻撃1。あー、伸びなくなってきた。そろそろ転職かな。転職考えないといけないな。で、シェイドはレベル高いからな。ちょっと上の方行っちゃおうぜ。クイックかかってるし。あ、クイック切れた。あっという間に切れたわ。不意打ちの人らいつ来るんやろうな。ちょっとメイフや格闘狙ってみたいんだね。格闘だとでも言うて全然削れないからな。ヘルブラストがどんだけ減るかどうかちょっと確認したいけど。そうだね、ヘルブラスト2回撃てるね。いくぜ、ヘルブラスト。外伝から初めて出る魔法じゃない？おお、あ、結構強いのね。チリリン、チリリン。ブレイズだな、ブレイズ。完全にブレイズだ。待って。じゃ、シグ君とかに回復してもらおうか。で、アピスももう行っちゃおう。で、イーシャで、イーシャの格闘とか狙ってみるかい？ふぅ、ポン。3ポイント。まあ、いいんじゃないでしょうか。で、シグ君で、シグ君でルース回復だ。よし。いやー、ルースよく頑張ったね。今大会の MVP だね。背中、後ろ姿、どっちかっていうと、強盗おじいちゃんだな。ま、血縁関係あんのかな。うん。強盗おじいちゃんの娘は子供がいたからな。血縁関係はないだろう。さて、クレイはどうするかな。クレイは誰かを回復してあげよう。ニックを回復だ。えい。戦闘に参加する予定のにこんな後ろにおるよ、ニック、クレイ君。大丈夫か。で、ウェンディも行っちゃおう。チェチェ。エリザードマン、ストック。HP 高いからな。あ、やべ、バリーがちょっと危ない。バリーがちょっと危ないけど、誰に回復してもらうよ。不意打ちおじさん来ないね。どうする？ちょっと迎えに行っちゃうか？逆に。メイフェはもうヘルブラストあと一発撃つだけの機会になってしまった。ルース君ももう行っちゃい行っちゃえ。
あれ魔法クラウは魔法クラウ魔法クラウのは良くないね。危ないよね。ちょっとアピスこの辺にいたらこううまいこと不意打ちおじさんつけるんじゃないか。でシグ君はシグ君どうするかな。とりあえずバリーから行くか。よいしょ。アピスも回復してあげないとさすがに厳しいだろうから、アピスなら一人で不意打ちおじさん3体倒せそうな気がするよね。うん、めちゃめちゃ強いからね今は。めっちゃ動くな。しかしソーサラめっちゃ動くやん。なんなあの人たち。ニック君どうするかな。タイミングを見て飛び出したいな。タイミングを見て飛び出したいけどちょっと厳しいな。来るか。来た。その程度かい。その程度なのかい。マスターメイジさんよ。でん。とりあえずブレイズを打たせないこと。待機。さあ来るぞ。来た。不意打ちおじさんがついに始動だ。そしてそこそんな位置で立ち止まるのかい。メイフェアのヘルブラストが火を吹くぜ。多分倒しきれないな、これでも。えい！そうだね。倒しきれないね。さあ、どうするかな。とりあえず、シェイドで、一発かましとくか。ふい。シェイドとアピスだけで右上倒しちゃうぞ、これ。よくないですね。とりあえず、削り。倒すのは良くない。削り。で、ルースが、マスターメイジを倒せ。ルース！素晴らしいね。自分の名前を叫びながら倒す様、まさに強戦士そのもの。さすがやな。父親の心を受け継いどるな。ソーサラが来た。どんだけ持ってかれるか。うわぁ、やべ。これ、太ももちら、うわぁ。太ももをめっちゃ出しとる。肩パッドとかそういうレベルじゃなかったよ。太もも露出協会の人たちだったんですね。魔法ヒールレベル1でいいや。とりあえずこんだけ体力ありゃ死なないでしょ。ソーサラ倒したら多分終わっちゃうね、この感じだと。囲むか。他のやつらを全滅してソーサラを囲むぞ。で、とりあえずウェンディがフリーズで、ブレイズレベル2で。不意打ちの人たちを倒してくれ。よし。あ、これ倒せるかもう一回。あ、ギリギリじゃね。ギリギリだね。よし。あ、いいぞ。いい伸びだ。スリープの魔法。スリープはいらねえ。スリープは正直いらんかったけど、まあええやろ。うん。で、シグ君どうするかな。シグ君ここに置いてメイフェアをこう。わかった。アンチスピル使えねえ。ここでソーサラーを殴っとくことによって、ヒール使わせちゃおうぜ。で、ニック君はすることがないので、ちょっと離れる。バリーは、バリーを。あ、ルースだ。やっぱうちのエースが誰かっていうのバレとんな。一応やっぱその検問とかするぐらいの知能はあるからな。で、とりあえずリザードマン攻撃。火力が高いやつは怖い。さあ、ペガサスナイトはアピスに攻撃。で、アピスは武力が高い。全然負ける気がしない。で、ペガサスナイトにシェイドはダメージを与える。で、残り少なくなったやつは誰かにとどめを刺してもらおう。アピスがとどめを刺すのはちょっともったいないので。で、メイフェアもすることないので下がる。で、イーシャは、魔法ですね。ブレイズ、レベル1で、リザードマンを攻撃。うん。いいぞ。あと7なんで誰か倒せるやろうな。能力の伸びも結構良さげ。さて、アピスはすることがなくなってしまった。この辺に待機してしまおう。で、ルース君はどうするよ。ルース君はちょっと移動してしまうとソーサラーが動くようになっちゃうから、
しょうがないのでリザードマンを倒しますか。ソーサラに攻撃だ、いっちゃえ。ドギャン、これでソーサラを回復せざるを得なくなったな。あーやべ、どの道抜けてきたわ。やべやべやべ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、まずいいじゃんまずいいいじゃんまずい、やべやべ、ストックもまずいよ。そしてニックも痛い。どうするかな、リザードマン倒さなきゃ。魔法ブレイズレベル2、ソーサラ倒しちゃうんじゃないかな。これ倒さないだろうという読みのもと攻撃。リザードマンは倒す確率に9点でしょ。9点ならギリギリ生きるはずなんだが、倒しちゃったわ。予想以上に火力が高かったわ。どうなるの？あ、まだ戦闘続くんだ、よかったね、助かったね。さて魔法ヒールレベル1を、じゃあイーシャに。この位置にいればストックとか攻撃されないはずだから。すごい寝ぼけたこと言ってたね。普通にリザードマンとか抜けていかれたわ。そら移動するわいって感じだよね。え、な、え、仲間仲間かい、彼は仲間なのかい。それじゃあニックでペガサスナイトを攻撃するか。でん、よし、いい感じいい感じ。でレベル低い人でなんとか攻撃してあげたいけど、まあもうそんなこと言っとる場合じゃないからな。いけ、でん、肩パッドもテディベアも何もついてないな。能力の伸び、うん、そこそこって感じですね。クレイで攻撃、どんだけ持っていくか。うん、あと一発だ、誰かとても刺す。出た、ストックだ。死にかけのストックが最後の一発を放つ。死ね、左目を打ち殺す、噛んじゃった。さあストック HP1 攻撃1素早さ1、防御力わからんかったけど、まあいいんじゃなかろうか、 HP 高いからね。さあ全滅したぞ。あ、来た。誰？え？ニック王子様、約束通りに再びサイプレスに戻られましたな。しかもガーディアラ軍を連れてエドモンドが慌てふためいて逃げていきましたぞ。どうしたのですから、なぜに静まり返っているのだ。ニックはみんなの信頼を失ってしまったようなのです代弁してくれた。それはまたどんなわけですか。ニックは身分を偽って我々の仲間に加わった。それがまずかったのです。いやでもなんかルースたちならその辺も受け入れてくれそうな感じするけどな。正直に申し上げますと、私もどう考えたらいいかニックを信じられない。いや俺たちはお前のことが信じられないよ。よく見よう。バカな、何を言われるのだ。王子はガーディアナのために自分を偽り旅立った。それはヴォルドルたちの目論むガーディアナを制覇しようとするワルダ組を知らせるためだった。本来なら一刻も早く敵を討ちたかったはずです。どうか王子を信じてくれ。めちゃめちゃいいやつや。そうだったのかニックよ、疑って申し訳なかったな。もう一度一緒に戦おう。軽ぅ軽ぅ、疑いが晴れたんなら良いのです。さあサイプレス城は近い、港町で補給を整えサイプレス城に参りましょう。やった、獣人のテディが仲間やった。わあ出た、全国テディビア協会のマスカットがついに仲間になったぞ。